どうも、レオンでございます。ちょっと何日にね、ちょっと配信するか、まだ決めてないんですけども、ガンバ大阪がですね、本日、セレッソ大阪とのダービーでですね、ホームで負けまして、16位に転落したんですよ。16位ってのは、J2 とのプレイオフの、位置なんですけども、まあ、おそらくこのまま行ったらですね、下に、まあ、エスパルス、清水エスパルスとかジュビロとかいるんですけど、そこにも抜かされそうな勢いかなっていう感じがします。まあ、要は何が言いたいかというと、もう J2 決まりかなって、ぶっちゃけ。上がっていく要素がないんですよね。やっぱこれはね、フロント、監督の責任かなって。まあ、選手は一生懸命やってるんでね。で、結局、何がね、ダメなのかなっていう感じはするんですけど、まあ、過去の動画でも言ってると思うんですけど、やっぱ片野坂のサッカーってどんなサッカーなんていうのが、いまいちこう見えてこない。なんか、ガンバ大阪っていうクラブやのになんかこう3バックやったりとかね。やっぱなんかこう、4-3-3っていうのさ、攻撃的なサッカーを誰しもが見たいわけやん。そのためにいろんなね、高い選手払ってると思うんですけど、お金をね。まあそういうの見えてこない。で、鈴木武蔵か。それと、メシノかな、取ったんですけど。まあぶっちゃけね、かなりやばいなと思いましたね。まあ武蔵は、コンディションはそんなもちろん整ってないし、まあフォワードとして、今後ね、引っ張っていく可能性はあるかもしれないですけど、今すぐフィットするかって言われると非常に危ないですね。それとメシノ、まあヨーロッパで全然活躍してなかったですし、まあ J リーグでいた時もね、そんな無双してたかって言われたら、そんな感じでもなかったし、まあポジション的にはどこが合ってんのかなっていう感じはするんですけど、なんかね、サイドアタッカーにしてはスピードがないんですよね。で、テクニックもズバ抜けてあるかったらないんですよね。いや、これね、取ったはいいものの非常に難しいなと思いますね。で、ガンバはね、結局パトリックとか、ウェリントン・シルバでしたっけ？そんな名前でしたっけ？ウェリントンでしたっけ？で、もう一人なんか外人いますよね、フォワードに。全然活躍しないですよね。あの辺の外国人スパッと切った方がいいかもしれないですね。ちょっとね、これ相当やばいなと思います。はい。やばいなと思いますっていうかね、もう J2 落ちますわ。一回ちょっと落ちて、やり直した方がいいと思う。で、とりあえず片野坂はすぐクビにした方がいいと思うな。あいつ向いてへんと思うねん。そのビッグクラブでその指揮を取るってことに対して。準備ができてないと思う。そう。ちょっとね、相当やばいと思うんで、打てる手あるかな。で、意外とね、そのガンバユースから上がってきてる選手もね、大したことないんですよ、みんな。なんか小粒でね。ちょっとブレイクしそうにない感じはするんでね。もう宇佐美も多分今シーズン戻っていくのは非常に難しいかなと思うんで、ちょっとね、J2 決まりですね。申し訳ないけど。100% 落ちるわ。もう確定したみたいな感じがする。今日の戦いぶり見てるとね。まあ配信はちょっとね、いつになるかわかんないですけど。まあちょっとどうするのかな、ガンバとしては。この片野坂でね、進んでいくのか。それこそ長期的なビジョンで考えたらさ、もう J2 に落ちることも覚悟の上で、片野坂にやらせるっていうパターンなのか。それはもっとやばいと思うんやけど、俺片野坂に攻撃的なサッカー無理やと思うんや。ちょっとね、勝者のメンタリティを感じひんというかさ、森保と同じ匂いがするのよ。だってね、尊敬する人森保って言ってたで。やばくない？ガンバ。ガンバやばくない？すごいやつを雇ったな。別にええけどさ、それガンバファンでもなんでもないからさ。いや、ちょっとおもろなってきたね。ガンバ落ちるよ、これ 100%。いや、ガンバファンも分かってんじゃない？今年もやばいんじゃないみたいな。いやー、面白なってきたね。ちょっとね、上昇する、なんていうのかな。要素がないというか、武蔵取ったところでとか、メッシの取ったところでね、ちょっと上昇する要素がないね。なんで、お前らも確実に J2 やならないね。間違いないわ。ボリンジュです。